本日は美味しい動物ベスト5、これを発表したいと思います。このね、美味しい動物っていうのは今回の場合は、家畜も野生動物も、まあ、動物ですね、魚、鳥、まあ、哺乳類、まあ、昆虫も含め、まあ、いろいろ混ぜてひっくるめた上で美味しかった動物、今までに食べた中でね、それを発表したいと思います。今回のベスト5、まず第5位がアルマジロです。このアルマジロっていうのを聞いて突拍子もなく思う人いるかもしれませんが、実はね、このアルマジロっていうのはアルゼンチンでは郷土料理なんです。それでアルマジロの季節が来ますと普通にスーパーでも売られているんです。そしてね、実際に僕がアルゼンチンに行った時、アルゼンチンのガウチョの人たち、要するにガウチョですから、まあ簡単に言うと、カウボーイなんですけど、カウボーイの中でも開拓をしたガウチョです。ですからアルゼンチンで英雄なんですね。その英雄的な職業であるガウチョの人たちがアルマジロを取ってきてくれました。どうやって取るかっていうと、穴の中に手をカボッと入れてこう引っ張り出してくれるわけですけど、そして僕にここにいるぞってことで引っ張りね、抜かさせてもらいました。そしたらですね、そこからできたアルマジロっていうのがなんと日本にはまだね、輸入されたことないんじゃないかな、ヤツオビアアルマジロでした。そのね、ヤツオビアアルマジロの丸焼きです。この首をパンと落としてすごいんです。その首を落としてもまだまだずーっとね、3分ぐらいこうバタバタ動くのね、アルマジロすごいね。で、そうなりましたらばお腹を裂いて、腸管などを出して、そして尾を切り取って、そしてそのまま、炭火で丸焼きしました。鍋とかは使わないんですね。このアルマジロの甲羅をお皿にして丸焼きにするんですよ。そして焼くのもね、2時間とかね、すごい長い時間かけていきます。そして出来上がったそのアルマジロの丸焼きを切り分けて、そして食べるわけです。そしたらばなんと味は濃厚、本当に上等な鶏肉ですよ。上等な鶏肉って言っても鶏のことじゃありませんね。上等な鶏肉、小樹系です。小樹系の味がしました。そして小樹系になんとね、このね、すっぽんのエンペラをまとわしたような、そういう食感なんですよ。これはうまかったです。続きまして第4位が鶏です。いやー、鶏やっぱうまいよ。だってさ、あんな肉がいっぱくて、あんな柔らかで、そしてシャモになれば身が引き締まって、そして、皮も硬く、その皮もコリコリ楽しむ場合と、皮は硬すぎて食いづらいということで外す場合がありますね。僕は皮ごと食べた方が好きです。あの皮のコリコリがうまいんですよ。なんて言ってもね、まあ、焼肉屋でね、何らかのもつを食っていうのはそういう食感ですね。あれはね、うまいと思いますね。それでね、最近食べた鶏の中で一番と思ったのがアヤムカンプンです。アヤムカンプンっていうのは地鶏のことなんですけども、インドネシアの地域地域によってアヤムカンプンの種類がちょっとずつ変わってくるわけですね。そのアヤムカンプン、うまい、味が濃厚、そして小柄なんです。チャボと同じか、チャボよりちょっと大きいぐらいしかないです。ですけども味が濃厚、濃厚って言っても変な臭みというような感じじゃなくて、本当に鶏肉の旨味を凝縮したような、まあ簡単に言ってちょっと小樹形に近いようなね、そういう濃厚さ。あの、決してね、小樹形は俺が好きだからそれをうまく感じるってわけじゃない。本当にね、アヤムカンプの味が濃厚で、めっちゃ肉も締まってて、かといってシャモほどは硬くない。これ素晴らしい鶏です。第3位が牛です。牛はやっぱうまいよね。まあ松阪牛もあれば、まあいろいろあるわけだ。そのね、牛の中でも俺がね、うまいなと思ったのはなぜかというと、あれ生でも食えるっていうことだよ。生食の牛肉ではかなりうまい方だよね。そしてね、この生食がいくらうまいといっても、完全な生で食べるだけでなく、レアであるとか、ベリーレアとかね、その他にも、まあ、ミディアムだとか、ウェルダーも、で、またミディアムレアなんていうね、呼び方して、そういう焼き方もありますね。ですけどもね、このミディアムレアっていうのはね、日本特有というか、日本発祥の焼き方みたいですね、ミディアムとレアの中間というのは。
うん、なみたいですよ。なんかでですね、この牛肉の中でも僕が今ちょっと好きなのが某ステーキのチェーン店ですね。そこでね、僕が一番よく食べるのはリブロースのトップってやつです。それをだいたいね、500-600g にしてもらって、そして肉をこの分厚く切ってもらう、うん、薄く切ってもらっちゃダメです。でこう裂いて焼いちゃダメです。分厚いまんま焼いてもらうんですね。そのレア、あるいはベリレアがめっちゃこれが最高。昔ね、俺ね、若い頃はやっぱりね、霜降りのね、牛肉うまいうまいって感じたんだけども、最近は赤身の分厚い肉、これがね、最高で素敵だなぁ。味わい深いよね、赤身の方が。でもそれが分かるのもね、やっぱりね、年齢とともにね、本当のね、素材の味っていうのは重要だなっていうのを実感してきた。昔から分かってるつもりだったけど、本当の意味で実感したっていうのは、ここ、5年、10年だな。皆さんもね、年取ればね、本当のね、素材の動物、要するにつまりこの素材の旨味、分かると思います。そして第2位が豚です。豚、これはうまいよ。なんといっても豚だよね、やっぱりな。これな、うまいよな。うまい、マジうまいよね。俺今までね、全然ね、うまいって気づかなかった。うん、こんなにね、豚がうまいと思って気づかなかった。うん、残念ながら。うん、昔はね、牛のがうまいと思ってた。でも、冷静に食べてみた。冷静に味わってみた。そうしたらば、なんと、牛よりも豚の方が全然臭み少ないのね、やっぱり。うん、前からそういうのはね、聞いてた。うん、専門家、肉の専門家から実は聞いてたんだけども、でも冷静に食うと、まさにその通り。特にね、まだ発情を迎えていない若い豚、これがうまい。うまいうまい。でやっぱりオスはね、テストステロンの分泌量、血中濃度が高いので、その分若干味は落ちるんだけども、でも味というかね、それもうまみの一つだからね。癖って味、うまみの一つだから。だからその臭み、つまり旨味が楽しめるかどうか、その臭みが楽しめれば旨味になるし、臭みをたむ、ね、楽しめないのであれば、まあ癖だな、そりゃ。最近ではね、旨味というのは何かというと、アミノ酸の一種のようなことを言ってますね。ですから味蕾の中には、甘味、塩味、酸味、苦味の他に5番目の第5の味として、旨味っていうのが加わりましたね。で、その旨味というのはある種のアミノ酸から感じ取れる味覚だよということも判明してきました。そしてその旨味が大好きなのはやっぱり猫科の動物だったり、そういうものたちなんですね。やっぱりタンパク質好きなんですね。だからその旨味の強いところ、要するに、傷口だとかそういうところをニャンコたちは舐めてくれるわけです。あれ実はね、飼い主さんを心配してるわけじゃないんですよ。あれは旨味成分が豊富で美味しいから、ニャンコたちは傷口を舐めてくれているんです。そして今回の第1位はヤツメウナギです。これね、うまいよね。なんてってね、そもそもうまいまずい以前の問題で、ヤツメウナギってこれね、デモン期の魚の生き残りですからね。無顎類ですよ。無顎類ですからね、ヤツメウナギ。ですからこのね、ヤツメウナギを食べるというのは、もうこれね、ドレパナスピスなりなんなりね、この塩甲類の魚を食べてるっていうのと意味は一緒なわけです。他の塩甲類も食ってみたかったな。どんな味だったんだろう。まあね、ヌタヌギだとかね、そこら辺のものはね、現代でもね、それはね、塩甲類としてね、現代まで生き残っているので食べることができますけど、それ以外のもの、それ食ってみたかったな。どんな味だったんだろう。これがうまいよね。日本のね、文化の一つだよね。北海道であったり、東京の方の下町であったり、まあ数店舗だけど、でも、まあ、昔はね、小さなお店でもね、缶詰だったりとか、ちょっと甘露煮みたいなのもね、売ってたんだな、やつみなぎ。最近はね、ほとんど見なくなっちゃう。残念だな、これ。まあね、やつみなぎのね、数も減少してきたっていうことで、ね、それも原因なんだけど、どうなんだろうか。残念だな。俺ほんと残念だと思うよ。こうやって文化って失われていくんだな。まあね、文化が失われるってもやってみなぎだってね、絶滅したらかわいそうだしね。まあしょうがないのかな。まあまあね、まあそれはいいとして、このやってみなぎの味説明しなきゃいかんな。味はどんな味かっていうと、これははっきり言ってビタミン A の味。ビタミン A の味がもう、全面に押し出した味だ。要するに油性ビタミンの味がします。この油性ビタミン、うまい。ただ油性ビタミンがあまりにも豊富なので、あまりにも食いすぎると中毒を起こす可能性があるので、気をつけてください。はい。というわけで、今回は、美味しい動物、
ベスト5、これを発表しました。まだまだね、他に美味しい動物いっぱいいます。そのうちね、家畜だけでベスト5を作ってみたり、あるいは野生動物だけでベスト5、あるいはね、ベスト10を作ってみたりっていうのをね、やっていきたいと思います。